ソーブラジー・テリヌイは、ソ連で建造された大型対戦艦である。艦名は、飲み込みの早い、利口なといった意味のロシア語の形容詞で、大祖国戦争で活躍した、新英駆逐艦の名称を引き継いだ早ある艦名である。このため、大型対戦艦ソーブラジー・テリヌイはその、現役時代には、新英海軍機を形容し、新英大型対戦艦。 ソーブラジーテリヌイの名誉称号を用いることを許されていた。ソーブラジーテリヌイは61号計画によって建造される2隻目の艦艇として寄港された。工場番号は1702号艦で、当初は対空、対戦警備艦に分類された。当初は艦米も、また第44号警備艦を意味する SKR-44 であった。 SKR-44 は、1960年7月20日に、ニコラー f の第200造船工場で、寄港、1961年9月25日に、ソ連海軍へ登録、同年11月4日には浸水した。その後、1963年3月21日には、艦首が大型対戦艦に変更され、艦名も、ソーブラジーテリヌイと改められた。 その年の12月26日に竣工し、1964年11月23日付で国会艦隊に編入された。1964年6月18日から25日にかけてセラフィムチュルシン国会艦隊司令官の指揮下、ソーブラジーテリヌイは、巡洋艦、ミハイルクトゥーゾフ、大型対戦艦、コムソモーレツウクライヌイと艦隊を組み、 ユーゴスラビアのスプリトを訪問した。1960年代後半から中東戦争に関連する実戦任務についた。第3次中東戦争直後の1967年7月1日から31日にかけてはエジプトに対する軍事支援任務を遂行した。すぐ後の8月12日から15日にかけてはブルガリアのバルナを訪問した。1968年には 1>, 1月1日から12月31日まで、再度エジプトを軍事的に支援するため中東へ派遣された。その間、1月29日から2月4日にかけては、ユーゴスラビアのコトルとゼレニナを訪問した。1969年7月20日から27日にかけては、キューバのハバナを訪問した。1974年5月には、チュニジアのチュニスを訪問した。 1976年10月1日から1978年11月28日にかけては、セバストポリのセブモルザボートにてオーバーホールを受けた。ソーブラジー・テリヌイは、1982年8月6日付で赤旗受賞北方艦隊へ配置外を受けた。1985年9月26日から30日にかけては、アイルランドの航空を訪問した。 1988年10月1日には戦列を離脱し保管状態に入れられた。資金支産局への引き渡しと解体、売却のため、1992年7月3日には退役となった。1992年10月23日には海軍を除籍された。1994年にはインドの資企業へ売却され、解体された。ありがとうございます。